議情報の投稿は社会を混乱させ、罪になるる。場合ももあるくれぐれぐ慎ん、でほしい。岸田文雄首相の偽動画が SNS 上で拡散した問題をめぐり、6日の会見で、こう強調した松野博一官房長官。個々の SNS 上の投稿についてコメントすることは控えるとしたものの、一般論として。 政府の情報を偽って発信することは民主主義の基盤を傷つけることになりかねないなどと痛烈に批判した拡散された偽動画はスーツ姿の岸田首相が視聴者に向かって語る映像で日本テレビの番組ロゴなどが表示されていたすでに読売新聞の取材に対し大阪府の25歳の男性が生成 AI などを使って動画を制作し投稿したことを認めているが まさに議情報の投稿が社会を混乱させ民主主義の基盤を傷つけることになりかねないという事例だった松野官房長官の指摘はその通りなのだがそうであればこちらも徹底調査するべきでは野党に対する数多くの誹謗中傷ツイートを投稿し拡散させてきた匿名のツイッターゲン X アカウント脱皮のことだ 会社の業務として、偽情報を投稿して、民主主義の基盤を傷つける行為、ラッピをめぐっては、投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の小西博之、杉尾秀哉涼参院議員が、発信元のウェブ関連会社、ワンズクエスト、東京に対して計880万円の損害賠償などを求めて提訴し、 東京地裁、新谷裕子裁判長が会社や社長らに対して計220万円の支払いと投稿の削除を命じている。ワンズ社は社長が自民党本部事務総長の親戚を名乗り、自民党東京都連との取引関係があったことも報じられている。また 東京地裁の判決で、新谷裁判長は、代表の指示の下、会社の業務として行われていたというほかないと指摘し、投稿者が代表自身である可能性も相応にあるとしていた自民党と近しい関係にある企業が、会社の業務として、議情報を投稿して、野党議員や社会を混乱、させ。 民主主義の基盤を傷つけることになりかねない行為を繰り返していたわけで今回の拡散された岸田首相の義動画と変わらない SNS 上でもこんな意見が出ている「松野さん義動画が民主主義を傷つけたのであれば脱皮もそうだよ」調べてメディアも岸田さんの義動画報道には力を入れているが脱皮追及は緩いな 岸田首相の偽動画は許せないけれど、野党批判の偽情報拡散は問題なしか、参院予算委員会で、杉尾議員から脱皮について調査をするかどうかを問われた岸田首相は、何ら調査の必要があるとは考えておりませんと答えていたが、これぞ、二枚舌というものではないか、以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。 罪になる場合もあるので、慎んで、と言っていたが、ラッピに金を払い野党のデマをネットに流すことも十分罪になる場合もあるので、慎んでほしかったんですけど、いまだに何の調査もしようとしない。ラッピはラッピで謝罪の一つもせず、しれっとアカウントを削除結局、自分たちに被害があることはやめさせて、自分たちに利益があることは積極的にやろうとする。 先に野党が国会に提出したネット投票を可能に法案と世襲禁止法案の審議を無視して、後から自分たちが国会に提出した閣僚報酬引き上げ法案の審議をしましょうって言っているのもそう。確かにあの動画は褒められた内容ではないけど、あまり追求しすぎると、お前が言うな、という話になる。 脱皮について裁判所の判決によると、2020年11月17日から2021年1月27日までの間で、会社のネット回線から合計37回のログインがあり、主に平日に計188件の投稿があったと指摘した上で、業務時間の大半を記事投稿に当てていたと認定。さらに、 投稿に継続性が認めめられたため社長らは投稿に業務の大半を費やすことを容認していたと推測できることから社長の指示の下会社の業務として行われたと結論付けているプロバイダーから契約者に対して名前や住所を開示していいかを意見紹介する通知が会社側に届いたのが2021年4月13日 社長は、ラッピのアカウントを知ったのは通知が会社に届いた時だったと述べているが、翌14日からも投稿は半年間継続した。止まったのは、会社名が開示された直後だった。ワンズ社の従業員1人が業務とは無関係に私的に投稿したとの説明は無理があると私は感じる。 犯罪となる。アメリカでは非常に厳しく処罰されるだろう国家の安全保障経済運営に重大な影響を及ぼす可能性があり政治的犯罪である厳しく取り締まるべきであるまた偽物と明示していたとしても政治の領域では問題が生じないようにする必要があり行うべきではない 岸田氏は全く支持できないが政治的なプロパガンダが他国に利用されないように政治的危険性の点から規制が必要である少子化で人手不足の日本だが数少ない若者特に青年が冴えないですね詐欺強盗薬物輸入早速 AI 偽動がデジタル社会に埋没してオタクが増え社会人としての成長していない 未発達モラルが低下し裏街道でお金を稼ぎエスカレートしているのが現状岸田総理はこの現状を直視して青少年の教育に予算をかけ人材育成に磨きをかけてほしい 中高一貫教育の中で社会人としての素養が身につく内容を盛り込みモラルマナーそして職業系の強化も加えて子どもたちが身につけるべき学習内容の整備を再度点検してほしい教師の待遇を良くし資質の高い人材を投入してほしいああ待つのがうかつな反応しちゃうから一般論と言いながら民主主義の基盤を傷つけるとか言っちゃって 全然控えてない、それでいてもっと明らかになっている脱皮については、何ら調査の必要があるとは考えていない、とは、山本太郎、柿澤にしても責任を重く受け止めているだけで何もしない、こういうことを繰り返しているから国民がどんどん離れていくことがわからないのだろうか。 政治家がコロナ給付金詐欺したり無免許運転したり悪い見本になってることを自覚してほしい国民の代表だからこそ不祥事をした政治家には抑止のためより厳しい罰が必要だと思う離党しておしまいとか逃げえまがいなことばかりやってるから若者のモラルマナーが育たない AI のクオリティも低いし、首相が発言する内容とは到底思えないので、冗談で作ったものと思われるし、多くの視聴者はそれを理解して見ているただ、本人は肖像権やホームレスとの野外における性的関係などという根も葉もない発言で名誉を傷つけられたというのが本音だが。 視聴者が偽ニュースと明らかに分かる場合は信用しないわけであってそこまで名誉がという気もするそもそも日本の総理を侮辱すること自体不敬であるにもかかわらずそれをさせてしまう今の政治に問題がある気がするので岸田総理は今回の動画を見てブチ切れしてもいいがそれが国民の不満の一かけらであることも同時に理解しないと裸の王様になる